おい、ここじゃ凍え死んじまいそうよ。それならもっと体を動かした方がいいな。それがさっさと暖かいとこ行くかだな。どっちにしろじっとしてたら打開策はないってか。あんまうろうろしてても体力使い果たして行き倒れになるかもだけどな。こりゃやっぱりさっさと用事済ませてここ出た方がいいわ。ワンコは寒くても元気だね。ザクが出てきやがって。足も救われないでよ。ほらよっと。誘惑の輪の張り巡らし、我が海中へ。おら、なんだこりゃ。どっかで見たような。これエアルクレーヌじゃない。こんなとこにもあったんだな。でもエアルが出てないわね。枯れた後なのかしら。その割にこの辺は荒廃していないみたいだけど。みんな気をつけて。うわ、また出た。大丈夫っしょ、ここ岩の上よ。あらま、
守るんだ。言えるもんか。カロル、モモちゃんはやめなさい。見てられねえ。頼むから逃げろ。それ以上やったら死んでしまうのじゃ。大丈夫だから。大丈夫なわけないじゃない。大丈夫なんだよ。だってみんながいるもん。カロル、お前、僕の後ろにはみんながいるから、僕がどんだけやられても僕に負けはないんだ。動けよ、クソ。このままじゃガキンチョが。あの子、僕の勝ちだ。まったく、とんでもないことする少年だね。生きてるか。みんな悪い。ちょっと道が混んでてな。行けるか。もちろんだよ。よし、食らった分倍返しにしてやろうぜ。一人にす。ごめんなさい。今度は私たちがいるわ。みんなで息合わせていこうぜ。ありがとう。今度こそとどめ刺そう。確実に決めてこうぜ。みんなが緊張に甘いな。よっ、僕たちはブレイブベエスペリアだ。
い相手だ。気をつけろ。とりあえずまだだよ。一人で気張んなよ。行きがっちゃって。でも頑張ったわ。やったのじゃ。一人であんな無茶してば。カロル。カロル、おい、カロル。おい、しっかりしろガキンチョ。大丈夫。安心して、気が緩んだのね。気を失ってるだけ。ったく、エステル助けに行くのに、あんたが先にやられちゃったらどうすんのよ。まあそう言いなさんな。男には勝負時ってのがあるのよ。おかげで助かったわ。ああ、カロルがいなかったら俺たち今頃あいつの胃の中だ。うん、勝負時。そうそう、どうしても逃げたらいかん時ってやつがね。誰でも一度はそういう時があるもんよ。さあ、早くここを抜けましょう。弱ってるカロルには辛いはずよ。ええ、ありがとな、ボス。かっこよかったわ。確実に仕留める。覚悟しな。まったくカロル少年、無茶しちゃってま。本当よね。ガキンチョなんだからおとなしくしとけっちゅうの。柄にもなく根性を見せるもんだから、見てるこっちの寿命が縮んだわよ。まあ寿命どころか、命がなくなりそうなところだったから助かったんだけどさ。けどもやっぱりああいうのはどうかと思うよ。無茶無茶。ほんとよ、また無茶なことしないようにちゃんと見とかないと。だな、もう寿命縮むのは勘弁だし。珍しく気が合ってんじゃねえか。カロルを褒めてあげたい気持ちはみんな同じってことね。ちっと素直じゃねえけどな。
雑魚が出てきやがって。足元すくっ割れないでよ。揺らめく炎、猛追。私の背中預けるわ。じゃあな。たまには楽しく行きましょう。逃げんぞ。あっという間に全滅させる。そろそろ行くかの。ダクー灼熱の奇跡を持ってヤヒなる蛮行を滅せよ。先を急ぐぞ。出口っぽいか。何よ、もう疲れたの。年寄りは体力がないのよ。ジュディスちゃん変わって。あら、あなたの仕事を奪うつもりはないわ。カロル、起きてるの。起きてない。カロルはタヌキ寝入りがうまいの。この寒い中、おっさんに労働させるとは。カロル君、君もなかなかやるではないか。もう大丈夫か、カロル。うん。心配したのよ、とても。うちもじゃ。そんな風には見えなかったけど。おかしいわね。とにかく、もう無茶なことしないでよね。サポートしきれないわ。うん。なーに、ニタニタしてんだ。ひどいな、ユリ。ドンの言葉を思い出してたんだよ。仲間を守ってみろ。そうすれば答えてくれる。だったか。うん。あれって、こういうことだったのかなって。それがお前の見つけた答えってことか。なら、きっと正解だよ。そうだといいな。さあ、出口はすぐそこだ。とっとと抜けちまおうぜ。どうかしたかしら。うん、ここの氷ってエアルから生まれたのかもしれないって。氷がエアルから。あらゆるものがエアルからできているなら当然ね。ここのエアルクレーネはある意味すごく安定してた。魔物が操れるほどにね。もしかしたら大量に物質化できたらエアルは安定するのかも。それってエアルの乱れを解消できるかもしれない。そういうことか。わからない。そのためにはもっと効率が必要だろうし、量だって。でも確かにそれができたらすごいのじゃ。もっとここのエアルクレーネ調査したいのかい。うん、
今はそんなことしてる時間はないわ。ああ、思わぬ時間食っちまったしな。急ごう。エステル、無事でいて。ここを出たら、どっかの町でテイトがどうなっているか聞いてみようよ。はよ。テイトの様子を聞くんだったら、ハレルの町に行くのが一番なんじゃない？そうだな。あそこは結界もあるし、安心して体も休められる。んじゃ、そろそろ休みたいのじゃ。そうと決まれば早いところ行こうぜ。すっかり体が冷えちまったよ。練習台ね。瞬殺するのじゃ。ランダムフォール。逃げんぞ。確実に仕留める。覚悟しな。斬撃。決まったな。という間に全滅させる。ひらめく炎、もうつい。すぐ楽にしてやる。逃げんぞ。余裕余裕。ちゃちゃっと済ませますか。一人であんな無茶して、あんた体は大丈夫なわけ？どうだろう。今は大丈夫みたいだけど。カロルの心配なんて珍しいわね。いや、別に心配してるんじゃなくて。怪我人見ると放っておけないお姫様を助けに行くのに、怪我人を連れてはいけねえもんな。そう、そういうことよ。ま、それで納得しておきましょう。ちゃちゃっと済ませますか。
えらくごった返してんな。帝都から逃げてきた連中よ。綺麗な身なりしてんでしょ。今んとこここの結界は異常なさそう。はあ、はあ、カロル大丈夫？大丈夫じゃないみたいね。すごい熱。無理してたのね。あんな無茶するからよ。ったく。ユーリ？悪い。宿屋に行ってカロル休ませてやろうぜ。なんか懐かしい感じだな。初めてここに来た時はアクエブラスティア取り返しにってだけだったのに、まさか世界をどうのって旅になるなんてな。心配すんなラピード。俺はそん時と変わってないぜ。変わったのは俺じゃなく状況だ。そう、状況が変わったんだ。